今日はねトレーニングです。ちょっとトレーニングから始まります。豪機会いただきましたので、練習で行きたいと思います。いいですね、こうたまにねこう人のチームの、T シャツを着て気が引き締まりますね。さあ走っていつものようにトレーニングをします。いや帰ってきた。やつ。いや疲れた。今練習終わりました。ご機会来てますよ。この曜日は大体こう心拍数上げたり、あとはあれですね、自重のトレーニングしますね。普段はウエイトトレーニングなんですけど、自重のトレーニングして、全然違うんですよね。それでね、この間ですね、ご機会ね行ってきましたね。岩崎さんね、すごいですね。岩崎さんをやっぱりこう今のね人が知りたいっていうのはねいろいろあるみたいですね。前から広本選手とのね、なんか最近やってるっていうのは聞いてたんですけど、会って昔のね自分をね思い出したみたいで、なんかすごくうまかったみたいですね。それなんか似てたらしいですよね。まあ、似てたってもね、先輩は結構不良系というかよりかはなんていうの、本当武道家なんですよね。多分僕と一緒でほぼ勉強というよりかは武道だけのことを考えてきた人だと思うんですけど、ね、うまかったということで、なかなかなんていうのかな、万人に受けるタイプじゃないと思うんですよね。それがこう、まあ、万人じゃない平本選手とね、20代と50代ですからね、そこでバチャッとこうね何か合うものがあったって、すごいなんかね、もう10代の頃から知ってる僕としては、先輩を知ってる僕としてはなかなかこう温かい話で嬉しくて、それでちょっとね道場顔出したっていうのもあるんですけど、まあこれからねちょっと練習もまた合気会行かしてもらおうかなと思ってますね。なんかすでになんかこう伝説の道場みたいになってますよね。グラバカと似てるんじゃないかなと思ったんですよね、話聞いてたら。先輩もなんかそんなようなこと言ってた気がしますね。グラバカっていうのがもう何、利害関係全く関係なしにね集まって、何にもこう関係なくて、もうみんながただ強くなりたくて集まった集団みたいな、ジムでも何でもないわけですよね。もう強いものが強くなりたいために集まってくるっていう、でそれ噂を聞き連れて、またどっかから来るみたいな、そういうグラバカが最初だったんで、なんか一番いいですよね、そういう何にも利害関係なくやってるっていうのが。
そこなんかね、ゴキ会はね、ジムでもないし、選手マネージメントしてるわけでもないし、まあそこがまたこう神秘性というか、ありますよね。初期のまあ若い人たちで知らないと思うんですけど、新宿スポーツセンターっていうのがね、そういう感じだったんですよね。なのでね、なんかああいうフレッシュなね、この間は平本選手の弟2人ぐらいっていうか、もう2人ね練習してて、ほとんどなんか家族で練習してるもんなんです。そこで岩崎さんがいるような感じなんですけど、なかなかいいチームだなというか、練習環境だなと思いましたね。それがいいんですよね、本当に。格闘技はね、そういうものの集まりだったと思うんですよ、間違いなく。90年代、また行ってみたいと思います。でそのね流れでね、スポーツセンターといえばこの間ね、須藤元気くんと会ってですね、久しぶりに、そういう若い頃に会った人なんですよね。後期会のようにですね、スポーツセンターでやってる時に、その時ね20歳ぐらいだったと思うんですけど来て、まあ、僕は26歳だったと思うんですけど、どっから聞いたのか、なんか紹介されてきたとかしたんですけど、初日にねこの間聞いたら、スポーツセンター来た初日一歩も練習しなかったらしいです。みんな無視して練習をしてたみたいで、もうそうですね、自分から行かないとね、誰もあこうしなあしなってないですからね、もう自習練習ですから。まあそれ聞いた時に、結構やっぱ殺伐としてたんだなっていうのね、思い出しましたね。結構嫌なやつというか、もう一本もやんなかったですよって元気に言われてびっくりしました。あの積極的なね人が一本もやらないってなかなかすごいですよね。でその後ね、数ヶ月して彼はすぐアメリカに行って、バスルってんとこ行って、で練習して、そしたらたまたまパンクラスを追ってる、テレビ番組だったんですよね、テレビ東京で。そこでなんか面白い若手がいるって言って、なんかコーナーが必ず出てくるようになってですね、テレビ局がすごいね、推しになっちゃったんですよね。で帰ってきた時に、フリーなんですけどパンクラスの選手をして元気上がるようになって、ちょうど僕はその頃にバシッと入ってですね、なので結構その時代は共にしてましたね。ずっとセコンドもついてもらったし、元気くんのセコンドもついたし、まあ、そんな感じでずっと行くんですけど、まあ、たもとを離れてね、そこからはまあね、皆さんご覧のもう通り、K-1 から何からヒーローズからしてね活躍して、でワールドオーダーですよね、やって、小説家としてもね活躍して、俳優としてもね活躍してね、まあ今政治家でねすごく頑張ってて、僕はもうその後は格闘技やっぱ一本でずっと来て、結局格闘技以外っていうのはもうやることはなかったですね。まあ欠落者ですからね一般的に言ったらもう完全な欠落者なんで、何にも続かなかったですよね。これしかなかったですよね。でも逆に言うとこれしかなかったから今こうやってやれてるのかなと思うんですけど、何か器用だったらね違うことやってたかもしれないですよね。なんでね、そんな面白い流れがあるんですが、懐かしいですね、思い出すとね。なんで豪機会っていうのがちょっと話すと思いましたけど、そういうグラバカをね、初期のスポーツセンター菊田軍団をねちょっと思い出した、思い出すような懐かしさがありましたね。いやーほんとね、今新日本で活躍するね棚橋選手とかね、それこそ小川直也さんとか、はい、いろんな人来ましたからね、それは伝説になりますよね。一体何なんだここは。でその後プライドでね、いろんな選手が出てくるわけですから、まあなかなかその時のストーリーは作ったなと思うんですけども、ねえ、まあ時代の流れですね。ゴーンとある時にブームを呼んだとこっていうのはもう残ってるとこってまずないですからね。やっぱり何かボーンと爆発的に何か人気出ると必ずブームは去るもんなんで、まあ、それは全然いいと思ってそれで僕はいますけどね。はぁ、ということでちょっとゆっくりいたします。でも毎日ねこうやって練習できて学校行かないで自分はなんかすごくいい人生だったなと思うんですよね。試合がないのは寂しいけどちょっと安堵感もあるんですよね、やっぱり。
激しかったから、そんな感じで、はい。僕のね YouTube 入ってくれた人は今回結構多かったんですけど、格闘家やってて、そのままなんですけど、格闘技の時も旅も行ってたし、旅行ったりも自由に暮らしたんですけども、そのまま自由に生きてるだけなんで、それでよかったらぜひ見てください。じゃあ行くか。